福テレソラネットです。福、えー、テレソラネット地域に密着した生活に密着した情報をですねお伝えします、えー。リニューアルいたしました。えー、前までもですねずっと災害から命や財産を守るということがまあ、第一なんですけれども、とにかく皆さんの情報をたくさん取り込んでですね、花鳥風月皆さんと一緒に空をそして風を。 季節を楽しもうというのが、えー、このコーナーのコンセプトでございます。うん、そして先人の知恵と最新の技術、えー、マンとマシンの融合でですね進めていきたいと思っております。はい、お願いします、えー。まずなんですけれども今日の昼の地震驚きましたね。うん、たこちらの VTR ご覧ください。視聴者の方からの映像です。すごい。 5強くらい、5弱ぐらい,い,くらいそうなんです、今日の地震なんですが、はい、結構多かったのが、うん、皆さん、実際の震度よりも、ちょっと強く感じられてる方が多かったんですよね、よねはい、これ、二本松、実は5強でも5弱でもなくて、震度3だった<え>ということなんですよね。ま、はい、まずはこの情報からお伝えをしたいいと思います <laughs> ソラネットでこういういいのをいただいております揺れが長かったですね郡山のビルの7階で仕事で中でしたが、えー、実際の震度よりも強く感じました、うん、実はビルの上って結構揺れが大きくなる,大きめに揺れるんですよ、ね、えそういうこともあるんでしょうけども、はい、もう一つこちらでございます発表された震度3より強く感じました福島市笹さ谷さですというのをいただいております、はい、えでは実際どうだったのか、はいえー、福島市などは震度3二本松も震度3でしたよね。はい ところが、まあ、大きく感じられたえ震度3というのはこちらですちょっとちっちゃいんですけどもこちらアップしていただけますか屋内にいる人のほとんどが揺れを感じるまあ確かに今回震度3皆さんそうですよねでもこれよりもどちらかというと福島震度4って感じられた方多いんじゃないでしょうか<ー>伝統などのつり下げ物は大きく揺れる、はい、あと結構やっぱりね 揺れがだから震度3というよりも4って感じられた方が多かったんじゃないかということで、えー、先生に聞きました弘前大学の片岡先生に発表された震度より体感で強く感じた方が多かったんですが、はい、その理由はということなんですが揺れた時間が長かったことで人間は不安を感じて揺れを強く感じることがあります。うんえー そういうい心理的な部分があったやっぱり前の日に台湾で大きな地震があったりとかですねここ数日地震が多かったんで、はい、恐怖感を感じられている方が多かったのかなというところなんですよね。なるほど揺れた時間が長かった理由これについてはですね、はい、今回1回の地震でも複数の断層が割れた場合揺れのの時間がが長くなることがある複数のはい、えー、ですから1箇所の断層だけじゃなくてこの前の能登みたいな地震にであったのかなという可能性があるということなんですが。 えー、今回の地震の詳細なんですけれども今回の地震の詳細は最大震度4だったため、はい、詳細の発表がないということなので今一つちょっとメカニズムわからないんですがもしかしたら複数の断層が割れた可能性があるというそういうことでございました、はい、そしてもう一つ来たのがこちらです、えー、緊急地震速報ならなかったです、ね、ならなかったですね携帯とかには来てなかったですこれなぜかというと、はい、緊急地震速報っていうのはあの地震の波ってね P 波と S 波っていうのがあって 最最初初ににピリ波弱い揺れが最初に来るんですよ、はい、それをキャッチしてその後どれぐらいのマグニチュードの地震なのか震度なのかっていうのを計算して緊急地震速報で流すんですけども実はこのですね緊急地震速報っていうのは震度5弱以上の 地震があると予想されているときに発表される震度5弱だったんですねはいですから、えー、今日今回は震度4だったので、はい、発表されなかったというそういうことでございます、はい、でやっぱりね最近ちょっと地震が多いんですよ3月25日から31日7日間で33回だったのが、はい、この4日間こちらでございます この4日間で35回ということなので<え>、えー、しかも震度4以上の地震が3日連続で起きてますよね、はい、ですから地震活動やや活発になってますんで、まあ、もう我々はです、ね、地震の巣の上に住んでいるということを覚悟して生きていかなければいけませんのでしっかりと、えー、備えをしていただきたいというふうに思います。はい、さあそして、えー、桜がね だいぶきれいに咲いておりますけれども、えー、ちょっとこちら見てみましょうか、はい、桜の春がやってきましたね、いいよいよやってきましたどこからいこうかな、まず動画から見お見せしましょうか、はい、こちらの様子、見てみましょう、花見山の様子なんですよ。 徐々にピンク色が目立ってきましたねきれいですね、きょうの最高気温なんですけれども、きょうの最高気温、福島20度近く、暖かいわき市山田で20度超えという、そういう気温でございました、はい、さあその花見山の近くまで行った方がいます、こちらでございます。もう花見山できました みたいな。うわ色とりどりね、あのこの週末ぐらいがですね花見山グラデーション盛りなのかなと思います。そして花見山の近くの大蔵寺というところのしだれ桜も美しいですね。青空とのコントラストがまたいいですね。ピンクと青空って似合うんですよね。似合って素敵です。ええそして下の方半崎のしだれ桜ここも私行ったことあるんですがここお墓にあるんですけどもお墓の桜結構美しいです。地元の方に愛されている桜ですよね。そして大久保さん。 ええ、まだ四月なんですが、結構ね、四月のうちからね。鯉のぼりならぬ、鰹のぼりを。いわきとかでは、こうやって、掲げるんですよね。ほら、鰹。本当だ。やっぱり鰹が多く取れるからでしょうね。そうなんですね。ええ、そして、そのほかいきましょうか。ええー、と、三春の滝桜。わあ。明日あたり、もしかしたら、咲くかもしれませんよ。ええー、そして。 倉の花園のしだれ桜、ここね、シンメトリーがとてもきれいなんですけれども、うんえー、こちらもですね、週末、開花する可能性があります、はいえー、そして昭雲寺白,白川市、お<ー>そして伊達平の小原の薬師堂、はい、そしてローソン桜もだいぶ咲いていますが、ただことしはまだ山部と咲いていませんね、はい、ここ数年と違って開花から先に進むのがゆっくりですという、そういうリポートもいただいております。はい さあそれではあ今の天気カメラの状況を見てみましょうか。 昨日は雨が降っておりましたけれども、えー、今日は福島あ、雨は降っておりません、はいえー、ことわざでこういうのがあります、うん、春の夕方、風がなくなり、肌寒いと、翌朝、伴走というのがあるんですけれども、はい、風がまだ今夜残ってるんですよ、うんうん、なので、今夜よりもどちらかというと、明日の方がですね、えー、お掃除も注意かな、明日朝も注意なんですよ、はい、霜注意報出てるんで、あさって朝の方がリスクとしては高いかなというふうに見ております。それでは明日の天気見てみましょうか えー、北塩原で氷点下3度、田島でも氷点下1度なんで霜は降りますけども、ただまだ露地物の栽培などは行われてませんから、えー、それほどですね、あのリスクは高くはありません。ただし、ハウスの保温は必要だと思います。明日、昼は穏やかな陽気になりそうですね。えー、そして中鳥の北部です。桃の開花が進んでおりまして、 で、あの大久保さん、お母さん来たら、はいうん、飯坂の花桃の里っていうところ、行ってみてください。メモします。はい。はい、いきます。この週末、見頃を迎えます。はい、花見山もいい、いいですけど、多分すごい混むと思いますんでね。はい、行ってみます、ね。え、あの公共交通機関を使ってください。はい。<laughs> え、そして、中通りの、お、チームです。え、二本松の、桜の名所。 自社仏閣の桜が本当に綺麗なんですが、茶園の桜などが見ごろを迎えそうです。釈迦堂側の桜も明日開花する可能性がありますね。いよいよ中通り桜の春がやってきますえ、そして中通りの南部ですえー。午前中、明日は快晴なんですが、午後ミルキースカイです。はい、小峰城の桜もえま、ー、もなく開花しそうですね。あの今日は風が強かったですけども、明日はそれほど風は吹かないのかなというのが見立てです。はい、そして浜通りです。 世、えー、の森、いわき市の市街地の桜は明日のの辺り見頃を迎えるかもしれません、五分咲きぐらいまでいきそうですね、えー、海は穏やかです、箱2メートル、のち1メートル、漁に出れると思います。さあそしてですね 気になるのがタイヤ交換だと思います。気になります。まだしてませんよね。してないです。というのも斉藤さんのゴーサインが出てからだと思ってましたので、まだしてないです。結構プレッシャーですね。でこの後なんですけども向こう一週間見てみましょうか。はい。週末金曜土曜とお花見日和です。で日曜日ねちょっとねあの雲が多くなって浜通りでちょっと弱い雨が降るかもしれません。だから土日だったら土曜日にお花見行くことをお勧めします。はい。そして来週なんですが。 ずっととなんですよ<ー>と雲が多くてちょっとパッとしない感じなんですね、はい、でもねこれ1週間見てみて雪が降りそうな日ってないんですよ、うん、なさそうですねもう,うもう大丈夫かなどうなんでしょうかというところで、はい、ちょっとこちらを見てみましょうかタイヤ交換なんですがなタイヤ交換してもよいですかという質問が来ておりますただ私皆さんに言いたい 言いたいたのはですね、もうこれだけタイヤ交換してる方いるんですけども、はい、福島ってここうういうことがあるんですよ。満開の桜が咲く海成山公園、きょうは朝から雪が降りしきり、季節は一気に冬に逆戻りです。この日に何日かっていうと、はい、この日、これですよ、4月22日ですよ、<え>こういうことが福島っていうのはある、はい、そしてきょう出された1週間予報によりますと、ちょっとこちら見てください。 あの向こう1ヶ月、気温が高めで水位はするんだけど、50個の予報のうちいくつかは、このあたり、だいぶほら、気温下げてるんですでアメリカの予報なんかだと、4月20日前後に冬型になる予報になってるんで、寒気南下して雪が降る可能性もあるんじゃないかということなので、タイヤ効果はもうちょっと我慢していただきたいと思います周回予報です。 えー、ということで土曜日日曜日天気の大きな崩れはなくお花見日和ということになりそうです来週はちょっとパッとしません一区はい、こちら春の日に百花繚乱美島福テレソラネットでした